油の乗り方ってどういう感じなんですか？油の乗り方、やっぱ牛によっても餌をいっぱい食べたりで食べなかったり、大きく なるならないとかってやっぱりあるんですけど、あの油がいっぱいつけばいいっていうわけでもなくて、多分よく聞いたことあると思いますけど、 A5 ランクだとか、牛でいうと A5 ランクが最高だって言われるんですけど、その ABC っていうのがあるんですね。で、その ABC っていうのは何かって言ったら、そのぶどまりっていうのランクなんですよ。で、ぶどまりっていうのはその一頭の牛からどれだけ食べられる部分が取れたかっていうことなんですね。で、油が乗りすぎるとやっぱ油は食べられるところも限られてくるというか、大体まあ捨てちゃう部分なんで、油がいっぱいついてる牛っていうのはあんまりいいとはされなくなります。